正義の方、憎しみを超えて愛を取れ、大川隆法。第一章、神は沈黙していない。2. アメリカの大学で起きた学問と信仰の対立。映画で描かれた大学での信仰をめぐる論争。アメリカの映画で、神は死んだのか、2014年公開という作品があります。日本語のタイトルとしてはそのように訳されていましたが、英語の原文では God's not dead と題されていました。つまり英語では神は死んでいないということですが、日本語では神は死んだのかと訳されており、ニーチェの言葉神は死んだによく似ていたのです。この映画は主人公である男子学生がアメリカの大学で哲学のコースを履修するにあたり、教授からまず God is dead 神は死んだと書き署名せよと要求され、そうしないと次の授業には進めないというものでした。実際にアメリカの大学で起きた訴訟も絡んだ事件を題材にして制作された映画のようです。教授が講義の最初の時間に God is dead と書いてサインしなければ次には進めないと言って、80人ぐらいの受講生全員にそれを書かせようとしたところ、ほぼ全員が書いたのですが、一人だけどうしても書けません。私はクリスチャンなので、この言葉はどうしても書けないのです。という男子学生が出てきたわけです。しかし、教授の方は信仰を否定しているわけではない。信仰は教会か家庭でしたらいいんだ。ここは大学であり、私の授業では哲学を教えているのだということを言います。さらに、これから哲学で不可知論を教えるのだ。天才たちは皆神なんか信じていないのだということで、天才の名前をずらっと挙げていきます。そして、God is dead なんだ。ここから始まるんだ。人間の知の極限についての話をしようとしているので、信仰を持ち込まれると授業が進まないということで、学生の言い分を認めないわけです。さらにその学生に対して、君があくまでも署名しないなら機会を与えるから、神は死んでいないという神の存在証明をしてみたまえ、それができなかったら、君の単位は少なくとも C 以下になる。したがって、君が希望しているロースクールへの進学はできなくなるぞ、というような条件をつけました。その学生は、その教授と対決することを決意するのですが、付き合っていた彼女から、なぜそんなバカなことをするのよ、形式的なことぐらい何でもないじゃない。将来あなたとの結婚を考えて、わざわざ第三希望の大学に入ったのよ。それなのにこんなサインができない程度のことで単位を取れずにロースクールに行けないのであれば、もうあなたともお別れね、と言われて別れなければいけなくなるのです。そういう状況の中で、その学生は授業中に教授との激しい論戦をしていきます。教授がホーキング博士が著書で神は死んだという言葉をこう説明しているというようなことを述べると、学生の方はホーキング博士の著書の5ページ目には哲学は死んだと書いてある。彼が正しいのなら
先生の講義も必要ないでしょう、と言い返したりしていました。これは日本ではマイナーな映画かもしれませんが、私たちも2014年に似たようなことを経験しました。それは幸福の科学大学の認可に関することでした。まさにこの映画にあったように、学問を修め、学位を取って卒業し、ロースクールに進んだり、就職コースに乗ったりするためには、信仰を引っ込めなければならないとか、神は死んだと宣言し、署名しなければならないというのと似たようなケースを経験したわけです。要するに、文部科学省としては、既存の大学にあるような学問の枠に収まる学問を教える大学なら認める。しかし、霊言という今神から降りている言葉や、高級霊から降りている言葉をベースにして、加味したような学問は存在しないから認められないという理由で認可しませんでしたので、ほぼ同じケースと言ってよいでしょう。括弧中、その後2015年4月に日本初の本格私学であるハッピーサイエンスユニバーシティ括弧 HSU として開学した。聖書に基づいて神の存在証明をした主人公。なお映画「神は死んだのか」では主人公の学生は初めのうちは大学内で孤立して戦っていたのですが、だんだんに教会も絡んできて信仰を持つ仲間たちが応援していく形になりました。そして最後には80人ぐらいのクラスのほぼ全員が神は死んでいない、神は生きているということを言います。要するにその学生は教授とのディベートに勝って授業は崩壊するわけです。映画の冒頭では彼がその講義にエントリーする際、事務の人がこのクラスに入るのはやめておいた方がいいと言って他の2人の教授を勧めていました。これはコロッセウムでライオンと戦わされるようなものだから、もう命はないと思った方がいい。だから入らない方がいいですよ、と話していました。主人公が十字架をかけているのを見て、そのように進めたわけです。ところが彼は、いや大丈夫です、と言ってそのクラスに入り、結局聖書を使いながら神の存在証明をしていったわけです。実際は大学で聖書に基づいて哲学や科学の議論をするのはなかなか認められないと思いますし、そういうところでアメリカも行き詰まっているのかもしれません。ただ映画の中では無神論者である中国の学生が影響を受けて神を信じるようになったり、イスラム教徒の女性がキリスト教の神を信じるようになったりと、いろいろな現象が描かれてはいました。